よ、待ってくれ。ツイートするんだよ。めんどくせえ。もうでいいか。おじゃーす。石鹸屋つーか石鹸屋の修造です。待ってくれー。まだ、あ、30分になりました。どうも、東方歌リレー配信。うらら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 、しばらく移動待ちですか。はい、少女論の次は自分でございます。元気ですか。やる側はなんかみんな体調悪いらしいですよ。僕はですね、死ぬほど元気です。バキバキに体調いいっす。でも今日朝起きた時足つっておきました。めっちゃ痛かったっす。今も痛みが残っております。はい、じゃあ、31分になったら始めましょうか。まもなるんだよ。スパチャありがとうございます。早くて誰か読めない。じゃあ1曲目から、この間やったやつからいきましょう。この間はあの石鹸屋でやったやつ、まあ元は石鹸なんでね。大丈夫かな、音自信なし。難しいことは全部片付けておくから。はい、ダメエッチン、ダメイノメツダマダファニエンジンラ。恥ずかしいことは皆無、しっかり握りしめて。ダメイエッチン、ダメイノメスダマダファニエンジェラ。弾む資源のビート、楽園を信じさせてくれ。そしてモートム刺さるリムショート貼り付けにしてほしいんだ。ああ人につくもがみこうなってしまえば、すべてドイツさ。ダメイエッチン、ダメイノメスダマダファニエンジェラ。タイムリーなのは今なんだから、きっかけなんて何でもいい。ましては自分が道具だなんて思ったとしても言うんじゃない。得体の知れない力に乗っかる必要なんてさらさらない。時間は待ってあげれない。フォルテ、フォルテ、フォルテしも配発に。資源のビートはもう始まってる。何より体が求めてる。危険な思想はどうかの誰だって証明させればいい。君たちも行こう、共に行こう。いわゆる一つのライクの発に RESPCTS I am ONS。コムソーパートもやると疲れる。息が吸えない。うらー、行こう。スーパーチャットありがとうございます。名前が分かんない。見てない。誇らしいことに丈夫、頭立たせたまま。Hey!
ダメイエチンダメイのメスダマダファニーエンジェラ想定よりも人一人きりで行かないでくれ小説をまたいでクオルタネイトドロドロに溶けてみたいんだああ人につくもがみこうなってしまえばすべてドイツさダメイエチンダメイのメスダマダファニーエンジェラダメイエチンダメイのメスダマダファニーエンジェラダメイエチンダメイのメスダマダファニーエンジェラファニーエンジェラどうもありがとう。ういういじゃねえはいスーパーチャットありがとうございます。こんな感じでこの間やったライクの発言でした。はい、じゃあ次も絶景歩きをちょっとやらしてください。キッチュ水彩画の上にペンキで描いたような世界の景観を壊す俗物な虹だ。カオスに極彩に輝く者たちの出たらめなその場しのぎの歌やってらんね。青い空を無理やり引き裂いたような世界の停滞を壊す悪辣な虹だ。濁流地見てせよ困難な情は何か動かすエネルギーではなかったか。パーペチュアルではない、一秒先には無惨してるかもしれない。パーペチュアルではない、ないからこそめでてたくなる意地らしいんだ。水彩画の上にペンキで描いたような世界の景観を壊す俗物な虹だ。カオスに極彩に輝く者たちの出たらめなその場しのぎの歌そういえばこの間これ本当にこういうセリフの曲みたいだな、この間この曲ちょっと使ってね写真集のくだらない動画をアップしたんでヘッダーに貼ってあるんで修造のツイッターによかったら見てくださいっていう話。あっ気高い心ではない、振り返ると恥ずかしいやつかもしれない、気高い心ではない、もっとそばでめでてたくなる普通のやつだ。青い空を無理やり引き裂いたような世界の停滞を壊す悪辣な虹だ。濁流地見てせよ困難な情は何か動かすエネルギーではなかったか。水彩画の上にペンキで描いたような、カオスに極彩に輝く者たちの気中で拙い憧れだった歌。はいはい、そんな感じで、ああまあ俺絶景で出たの1年ぶりぐらいなんだよね。これ
去年、今年の1月やったやつ、ちょうどあの、石鹸のライブとどんがぶりして、出れんくて。で、その手前が確か、石鹸屋で出たんですよね。石鹸屋で俺たちが本当の歌リレー見せちゃるみたいな生意気なこと言ってさ。ね、こう、ちょっと、簡易的にやるのが面白いとこなのに、急にバンドで本気でやりやがるっていう。はい。空気読め!空気を読めっつうあれで。スーパーチャットありがとうございます。メラヘド。今日は、私は、モッコ来てますけども、恋しの日ということで、恋しの曲やっちゃうんだよ!うん。あなたの無意識を読んでる、自我を振り切って読んでる、目を閉じたって積んでる、今あなたの後ろにいるの、いる恋した恋し言葉でお願い、いる恋した恋し言葉でお願い。頭のいい学者様が難しいことを言ってた。無意識的防衛、わかるようでわからないような、多分きっとあの人も他人と会ったついでに自分の中の自分に嫌われたくなかったんだろうな。色恋した恋し言葉でお願い、色恋した恋し言葉でお願い。心の中で思ってることがわからない、泣くことはないよ、だってそれが普通のことじゃない。心の中で思ってることがわかっても、あなたの気分はバラ色どころか黒に似たブルー。ギター小林色とつーか、これ弾いてんの俺だけど、 CD だと。スーパーチャットありがとうございます。緑のハートなんだ。あなたの無意識を読んでる、自我を振り切って読んでる、目を閉じたって積んでる、今あなたの後ろにいるの、色恋した恋し言葉でお願い、色恋した恋し言葉でお願い。いないんですか神様、やはり幻想なのかしら、嘘とかつかなそうで面白そうだったのだけど、そうだそこにいるあなた、私の家に来ない、人の形やめちゃえばずっと楽しく暮らせるよ。色恋した恋し言葉でお願い、色恋した恋し言葉でお願い。色恋した恋し言葉でお願い、色恋した恋し言葉でお願い。誰かが消えたり消されたりするの耐えられない、泣くことはないよ、だってここじゃ普通のことじゃない。そもそも消えたり消されたりせずに漂って、私の気分はバラ色どころか黒に似たブルー。心の中で思ってることがわからない、泣くことはないよ、だってそれが普通のことじゃない。何の力も使ってない普通の言葉で、笑い泣き笑い合える、それが一番恋しい。色恋した恋し言葉でお願い、色恋した恋し言葉でお願い。キュンです。色恋した恋し言葉でお願い、色恋した恋し言葉でお願い。キュンです。はい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 、どうもありがとう。このまま次の曲も恋し、ラストリモートのあれを、あれってなんや、こっちのキーで歌うの久しぶりです。誰の心の中も
見たくなくて閉ざした瞳には硬くて冷たい瞼が自分の心までも閉じ込めてた。だって私の目は恐ろしいのでしょう。思ってること全部見えているの。もう見たくない。傷ついた私を同じ目で見た顔も。難しいんだよなこれ。誰も覚えてない。何も感じていない。無意識に漂うだけの存在を気に求めない。道端の小石を誰も覚えてない。誰も見えていない。どんな近くにいても気づかれない。私は一人、誰もいらないから、そんな目を見せないで。こっからのギターソロはあの X ジャパン聴いてるノリで、聴いてる2人は X のつもりです。顔で歌う、ギタリスト顔で弾く。何も言いたくないよ。何も辛くないよ。誰の心も私見えないから。なのにどうしてそんな顔をするの。涙流すの。私の手を通って冷たいって言って少し笑って少し震えてたね。なぜか私は温かいその手を握り返していたね。ありがとう。はい、言うてあと10分か。じゃあ先に
宣伝しておきます。はい。出たんで、はい。写真集出したんで、2冊目なんで、はい。ブースで売ってます。セール今日までです。お願いします。モコモ来てます。はい。言うて今日のサムネもあれあれだな。写真集の使わなかったカットです。はい。で、設計屋の方も新しい新譜、東宝じゃないんですけど、オリジナルの10曲入りのやつ出たんで、そっちもよろしかったらどうぞ。じゃあ、最後、ガツンと盛り上げていこうぜ、いこうぜ、うわーい。うさぎ、うさぎ何を見て跳ねる、十五夜の月だけじゃ物足りない、夜に飛び出して月とわだらを眠れない、宴はまだまだこれから、絶対だい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 、絶対だい、狭い狭い、ここ狭い、すげえぶつかる、いや、うさぎうさぎ何を見て跳ねる、十五夜の月だけじゃ物足りない、夜に飛び出して月と踊ろう、もう誰もが止められない、止まらない、タイ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 、カゴメカゴメ、カゴの中の鳥はいついつでやる、後ろの正面なあれ、カゴメカゴメ、カゴの中の鳥はいついつでやる、後ろの正面なあれ、ラウサギウサギ何を見て跳ねる、十五夜の月だけじゃ物足りない、夜に飛び出して月と踊ろう、さあみんな手を振り上げ、ついてこい、カゴメカゴメ、カゴの中の鳥はいついつでやる、後ろの正面だれ、カゴメカゴメ、カゴの中の鳥はいついつでやる、後ろの正面だれ、たまにはたまには僕も、さあどうなの、はい、後ろの正面、yeah! 後ろの正面だ、ラララ、うさぎうさぎ何を見て跳ねる、十五夜の月だけじゃ物足りない、夜に飛び出して月と踊ろう、どこまでも高く届け、月まで届け、長くいつまでも続いた夜、繰り返す日々を肩折り続けて、いつかあの空の月まで届け、飛び跳ねてお月様の果てまで、大大大大大大ごめんよ、ドラスター、アツシとデュエットになりますやったら、ビート君、スパチャありがとうございます、チラッと見えた、こないだね、超ステージでやんなかったからね、うん、
固く鋭く怪しく暗く光り放つ冷たく輝く白い刃誰が誰もが掴めばその手を血に染めて悲しく虚しく己を消したそれは不器用で一途な思いが慣れの果てそれは不器用なただ一つの誓いたとえこの身が誰かの刃になろうとたとえこの身が命を奪えどたとえこの身が全てのものを切り裂けどこの身全てが一振りの鋼強いありさま求めて誰もが手を伸ばし流れた過ち塗りつぶして弱い自分を分からず振り回し切り捨て絶たれる命は死にきれないでいずれたどり着く迷いが果てに連なる道いずれ巡り合う迷いを断つ解釈せめてこの手が誰かの最後となるならせめてこの手が願いをつかめばせめてこの手が砕ける刃になれればこの手一年迷い解き放て今思ったんだけどこれトピアに入ってんだからトピア流しちゃよかったじゃねえかこれダメなんだっけわかんねえや。ねえ。そうこれ5スター版なんで感想がライブ版なんす。じゃあご一緒に。いやいやいや。いやいや。緊張迷惑だいやーいやーいやーいやいやー怒られそうマジ夢は願いは全てを鋼に刻んだ深く欠けない雲になき合いはいつかこの身が誰かを守る力ならこの身一年一振りの刃誰が願いか誰が望みか誰が終わりか誰が生き様ういどうもありがとう石鹸屋つーか絶景屋修造でした。はいおしまい。次のリズトライアングルさんを聞きに行こう。ミューテなんか自動で設定したけどね、ミスってなきゃ俺が枠切ったらそのまま飛ぶと思います。でもその前に移動だ移動だ、時間が余ったからね。ありやしたありやしたありやした。写真集よろしくお願いします。いや6曲でちょうどいいよ。6曲で30分は6曲ですよ。はい、皆さんどうもありがとうございます。知ってるか、俺は今写真集と全く同じ格好をしている。写真集では、ズボンを履いていない。だから今僕はズボンを履いていないかもしれない。さあどうかな、どうなの、嘘じゃ。あ、でもまだ1分あった、1分あるわ。そうだね、みんなもまだあれでしょ、まだ真ん中ぐらいだから、この歌リレー11時まで続くからね。え、良い子のみんなは寝ちゃうかもしんないけど、寝ながら寝ながら聞こう、睡眠学習でいこうね。え、あ、ケズさんありがとうございます。
まだ45秒あったわ。どうする？これ見る？これ見る？これ見る？こればっかりですまんね。はい、裏これで。これね。見えるかな？これ自分家です。とかね。これとかね。もうそろそろ終わりか？あ、終わりますね。あ、ヘルニアさん、スパちゃん、ありがとうございます。でももう、終わりなんで配信切ります。移動しよう。ありがとうございました。バイバーイ。